クラウディオ・アバド、クラウディオ・アバド、または、アッバード、クラウディオ・アバド、1933年6月26日から2014年1月20日は、イタリア・ミラノ出身の指揮者。1933年に、ミラノの音楽一家に生まれる。父のミケランジェロ・アバドは、イタリア有数のバイオリンの名教育者であり、ベルディ音楽院の校長を務めた。19歳のには、 父と親交のあったトスカニーニの前で JS バッハの競争曲を弾いている。ベルディ音楽院を経て1956年からウィーン音楽院、現ウィーン国立音楽大学で指揮をスワロフスキーに学んだ。1959年に指揮者デビューを果たした後、カラヤンに注目されてザルツブルク音楽祭にデビューする。ベルリンフィルやウィーンフィル、シカゴ、 ドレスデンなどのヒノキ舞台に早くから客演を重ね、確実にキャリアを積み重ねていく。1968年にミラノスカラザの指揮者となり、1972年には音楽監督、1977年には芸術監督に就任する。イタリアオペラに限らず広大なレパートリーを高い質で提供しつつ、レコーディングにも取り組んだ。 スカラフィルハーモニー管弦楽団を設立して、オーケストラのレベルを格段に上げたことは特筆される。ウィーン転出を機に1986年に辞任する。なお、アバドはイタリアオペラでも、プッチーニやベリズムオペラは取り上げないなど、独自のこだわりを持っている。一方では、1960年代までは、セビリアの理髪師以外は、上演機会が少なく存在感の薄い存在だった。 ロッシーニを積極的に再評価し、いわゆるロッシーニルネッサンスの立役者の一人とった。イギリスでも1979年にロンドン公共楽団の主席指揮者、1983年には同楽団の音楽監督となった。レコーディングはさらに増え、楽団員と良好な関係を築きオーケストラのモチベーションを引き上げることに成功する。 押しも押されもせぬ世界のトップクラスに踊り出て、いよいよ黄金期を迎えるかという矢先、アバドが契約延長をしないことを発表した。楽団員は延長を望んでいたこともあり、失望は大きかった。その後、再演の目処は立っていない。1986年には、ウィーン国立歌劇場音楽監督に就任し、音楽面に専念する形で、グローバル化を図った。 ムソルグスキー等のオペラを頻繁に取り上げ、レパートリー拡充に尽力した。また、必然的にウィーンフィルトの共演も増え、ベートーベンの公共曲全集など数々のレコーディングが実施された。しかし伝統を重視するエヴァハルト・ベヒターが総監督に就任すると、1991年に辞任した。1990年、マゼールなど他に、 様々な有力指揮者らの名前が挙がった中、カラヤンの後任として選出されベルリンフィルハーモニー、管弦楽団芸術監督に就任し、名実ともに現代最高の指揮者としての地位を確立した。ベルリンフィルとの組み合わせでの初来日は1992年、同行ソリストはムローバ、ブレンデル、同芸術監督には2002年まで在任した。アバド時代のベルリンフィルについて、 アバドの音楽的功績や指導力については評価はかなり様々である。これは公認のラトルとの比較などにおいて次第に定まってくるであろう。在任年間の後期の成熟期におけるベルリンフィルトの録音としてベートーベン公共曲全集、2回目、3回目やベルギのレクイエム、マーラーの公共曲第7番、第9番、ワーグナー還元楽曲集等々がある。 現代音楽もいくつか録音されており、世界最高の名域たる実力を余すところなく、披露している。2000年に、遺願で倒れ、以後の活動が懸念されたが、手術を受けて、健康状態は持ち直し、ベルリンフィルジニー語も新たな活動を続けていた。2003年以降は、ルゼルン祝祭還元楽団などや、自身が組織した若手中心のオーケストラ、マーラー室内還元楽団、 モーツァルト還元楽団等と活動することが多かった。ベルリンフィルでも定期的に客演を行っているが、ウィーンフィルトは同団特有のローテーション性、リハーサルと本番で違う奏者が出てきたりするに関する意見の相違から疎遠となっていった。2006年にルゼルン祝祭還元楽団と来日、ルゼルンフェスティバルイン東京の一環としてサントリーホールにて、 オーケストラ公演が行われた。夏のルツェルンにての公演でも高い評価を得ていた、ブルックナー公共曲第四番の演奏が取り分け、評判となった。2014年1月20日、ボローニャの自宅で遺願により成去。楽曲解釈は知的なアプローチを取るが、実際のリハーサルではほとんど言葉を発さず、あくまでタクトと身体表現によって、 奏者らの意見を募る音楽を作っていくスタイルだというエマユエル・パユなどの証言。比較的長めの指揮棒で持って描かれる曲線は力強くかつ繊細であり、自然な顎音楽と共に色彩豊かな音楽を表現するのが特徴である。同郷のピアニスト、ポリーニとの長きにわたる交友関係でも知られる。それぞれに現代最高の音楽家の一人として、 体制した両者の共演による、著作曲家のピアノ競争曲の演奏、録音は、一つの音楽的方向性における頂点を描き出していると言っても良い。また、マルタ・アルゲリッチとも多くの録音がある。原点版の、ハゲ山の人よや、ボリス・ゴドゥノフやショスタ・コービチ版の、ホバーン・シチナのレコーディングを行うなど、ムソルグスキーフリークとしても有名である。 一時期不仲が伝えられたリッカルド・ムーティとは、音楽祭や若手オーケストラを通じて交流が始まり、お互いに尊敬の念を伝え合うなど関係は良好であった。バイオリニストのクレーメルとは相性が悪かったらしく、クレーメルの自伝の中で、アバドとマゼールは、無能扱いされている。オペラ監督のダニエル・アバドは息子、指揮者のロベルト・アバドは老いである。 一時期、ビクトリア・ムローバと不倫関係にあり、ウィーンで4年間生活を共にしていた、ムローバとの間に男児がいる。生涯、プッチーニの作品は演奏しなかったが、その理由として、2003年に、高松の宮殿下記念世界文化賞を受賞した、際の記者会見で、プッチーニが嫌いなわけではない。ただ、私は、確信に惹かれると答えている。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。